原発いらない、原発いらない、大化炉反対、原発いらない、大化炉反対、おーい原発このまま廃炉、関西電力おーいを止めろ、電力会社は原発やめろ、原発なくても電気は足りてる、原発ゼロでも電気は足りてる、電力会社は嘘つくな、電力会社は値上げをするな、原発いらない、再稼働反対、安倍政権は原発やめろ、オリンピックで嘘つくな、IWJ IT チャンネルです。2013年10月4日金曜日18時56分です。ブロックなんかされてない、名古屋市東区で行われます大井原発高浜原発コントロールはされてない、関西電力支社前抗議アクションアット名古屋配信を開始いたします。福島を忘れるな、放射能は燃えてる、福島に放射能が燃えてる、放射能は燃えてる、もうもう被爆者、もうもう福島、オリンピックで嘘つくな、汚染水を流すな、海を汚すな、自然を汚すな、汚染水を止めろ、安倍政権
力支社前抗議アクションマット名古屋、現在のところおよそ95名の方が参加しています。名古屋市東区の高岡交差点の角、関西電力の特化車がこちらにあります。岐阜で青年団が集まりまして、セミナーが、開催されました。このセミナーはですね、労働組合の、仲間、特に青年の方が集まりまして、いろいろ研修とか、講義とかを受けたりするんですけれども、その中にですね、実は2日目に、脱原発の替え歌を作ろうというコーナーがありまして、私もそれに参加をしてまいりました。と申しますので、このコーナーの主催者がですね、静岡の、方でいらっしゃいまして、2年前にですね、静岡といえば浜岡原発ありますけれども、実際私も2年前見に行きました。それを見て愕然としましたのは、もう原発があるそのすぐ隣に市街地があるんですね。他の原発と違うんです。それはどう下手すればどうなるかって言いますと、もうチェルノブイリですとか、福島どころではない、そういった状況なんですね。もう隣り合わせですから、そういったことを思い出しながら、あるいは、静岡のですね、脱原発の取り組みなどにつきましても、講義を聞きました。まあ、確か11月23日にも確か静岡でそういった集会があるというふうなことを聞きました。それを目指しまして、まあ、替え歌を、実は作ってまいりました。今日はですね、その替え歌をこれから披露したいというふうに思います。曲名はですね、童謡のどんぐりコロコロの替え歌で、原発ゾロゾロでございます。ぜひお聴きください。ちょっと下手ですが、いきます。原発ゾロゾロこんにちは、54基もできてさ大変、安全神話を振りまいて、坊ちゃんお外で遊びましょう。原発ゾロゾロこんにちは、ナマズが暴れて漏れ出した、街中溢れる放射能、坊ちゃんお外で遊べない、原発そろそろさようなら、みんなもだんだん気がついて、原発廃炉を目指してる、自然エネルギーに乗り換えよう、という歌でございます。はい、簡単ではございますけれども、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。他にスピーチされたい方いらっしゃいますか？はい、じゃあお願いします。関西電力の皆さん、今日は南相馬市の子どもたちの言葉を紹介したいと思います。南相馬市の子どもたちは原発事故によって放射能で汚染された地帯に住む子どもたちです。彼らはこう言っています。放射線を気にしないで外で遊べるのはいつですか？水道水を飲んでもいいですか？じいちゃん家のスイカを食べてもいいですか？30キロ以内に子供がいていいの？甲状腺がんは私たちを死に追いやる病気なのですか？将来子供が産めますか？放射能除染の効果は本当にあるのかどうか？いつ仙台までの電車が動きますか？原発の渋滞は本当はどうなんですか？原発は
かもう爆発しませんか。今度何も知らなくても大丈夫なの。トーレンとワインがついた嘘の数はいくつですか。関西電力の皆さん、あなたたちは南相馬市の子どもたちの言葉を聞いて、その言葉を聞いて何とも感じないのですか。関西電力の皆さん、私たちだって、私だって本当のことを言えば原発のことについては責任があります。なぜなら 3.11 前には、私は原発が作られることを黙認し続けてきたからです。ですから私だって罪はあります。しかしどう考えても子供たちには何の責任はありません。一体あの子たちが何をしたというのですか。何の罪もない子供たちに将来子供を産めますかなどと言わせるような原発事故による放射能被曝という事態は絶対に避けましょう。ですから原発をただ止めるだけではダメです。原発を止めても原発内部に使用済み燃料がある限り、これを冷やすことを地震や津波によって不可能になったとき、使用済み燃料は燃え上がり原発事故は起こりうるからです。あの福島原発4号機も運転停止中に原発事故を起こしたことをお忘れではないですね。ですから子どもたちに、何の罪もない子どもたちに放射能被曝をさせない。ただそのためにも絶対に今現在停止中の原発を全て廃炉にするよう、脱原発に踏み切るよう、私たちは関西電力に対してこれからも訴えていきたいと思います。ありがとうございました。皆さん、この1週間で私はもう身震いするほど驚いたことをお伝えします。二本松の獣医さん、荒尾俊介さんの死を聞いてください。返してください。我々のサンガを返してください。我々のふるさとを返してください。多くの命を生み育んできたふるさとを返してください。穏やかだった頃の生活を返してください。子供たちに渡すはずだったふるさとを今100万、200万の福島の人はレントゲン室のスイッチが入ったような状態で、京大の小出先生はマスクをして白衣を着て飲んだり食べたりしない状態の放射線管理区域とおっしゃいますが、そういう状態で100万の人が被曝をしています。そういう状態をなかったように無視して、しかもチェルノブイリは蓋をしましたが蓋さえできてなくて、原発事故真っ只中の福島を無視して、お祭りだ日本だ一つだと言って、私たちは浮かれていることはできないのではないでしょうか。今100万の人を無視して何もないということを身振りがするほど私は思ってお話しました。ありがとうございました。はい、こんばんは。短くいきます。森山区から来ました松原と申します。ですね、昨日やっと私、朝日の当たる家という映画もうご覧になりましたか。あれ、山本太郎さんがもう本当に選挙の時と同じように訴えてます映画の中でね、もう新聞も嘘、テレビも嘘で、映画の中でもやっぱりふるさとを失って、でもそれでももうやなんか諦めて除染しきれないでいかなければいけない家族の姿を映画の中で見た。これは映画じゃなくて現実なんですね。で、浜岡が舞台になるような設定になってました。山岡原発って言ったけれども、ですので私たちはもう浜岡とか大井とかがもし地震が来たらもう一発ですよね。そういう今なんともない状態でおりますけれども、いつ何時映画のようになるかわからない。それでそういう原発の映画を上映
させてくれるところが本当になくって困ったということで、あの太田監督ですか、書いておられます。まだの方は本当にあのシネマでやってますので、あのあそこコロナの中川区ですね、もう唯一11日までやりますので、今日までたくさんやるけど明日から多分1回だけの上映になると思います。ぜひ足を運んであのお願いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。福祉を求めろって言われました。皆さんこんばんは。本当に毎週毎週、ここに集まって、皆さんと同じ、行動を共にできることを本当に嬉しく思っています。時々悩むことも、高校生ですのでよくあるんです。でもここに来ると本当に皆さんの生き生きした姿を見て僕も元気がもらえます。本当にありがたく思っています。僕がこの原発、脱原発デモに参加し始めてからおよそ1ヶ月とちょっとが経ちましたので、なぜ私がこうやってデモに参加しているのか、1ヶ月前に喋ったことをもう一度喋らせていただきたいと思います。2年半前東日本大震災があって、福島の原発がとんでもないことになった。これを見て私たちは原発ゼロの方向に進んでいくだろうなと思っていました。菅政権も原発ゼロの方向に持っていくということを言っていました。だから私はこうやってデモになかなか参加する機会を得られなかった。でも実際は違ったんです。原発推進の野田政権、安倍政権と変わっていきました。私たちはどう、私たちはこうやって声を出さなければいけない時になったんです。だからデモに参加し始めた。こうやって集まること大事なことだと思っています。これからも大きな声を出して、53基の原発なくしていくために力を合わせていきたいと思います。次の世代に原発を残さないためにも今のうちから私も声上げていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。11月1日には首相官邸前、デモに行かせてもらいます。11月の中旬には大阪でもデモさせていただきます。参加させていただきますので皆さんの声、全国に届けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。お会いします。お会いします。お願いします。これは表情だな。市民の皆さん、これは歌を歌います。翼をくださいの替え歌です。これもあの浜松の、ね、アクションに参加されている方が作詞替え歌をしてくださいまし、あ、作ってくださいました。いいですか。あの練習は一切してませんのでこっちあの翼をください、翼をください、せーの、今私の願い事が叶うならば原発やめて
スのゴミが19時17分です、スピーチを歌大井原発大稼働反対その間外線車が来て、原発賛成の大井原発大稼働反対大井原発原発いらない、原発いらない、ちょっと原発危ない、力強いというか南部の感じ、原発危ない、関西電力原発やめろというようなことを外線車が通りかかりました。関西電力原発やめろ、
活動反対、大井原発再稼働反対、再稼働反対、自然を守ろう、自然を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、自然を守ろう、子供のために、未来のために、再稼働反対、再稼働反対、自然を守ろう、自然を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、未来のために、未来のために、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、世界を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、子供のために、私たちのために、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、未来を守ろう、未来を守ろう、大井原発再稼働反対、大井原発再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、再稼働反対、再稼働反対、福島ノーモア、福島ノーモア、広島ノーモア、再稼働反対、再稼働反対、子供を守ろう、子供を守ろう、未来のために、未来のために、再稼働反対、再稼働反対、未来のために、未来のために、大井原発再稼働反対、大井原発再稼働反対、Let's go!
ひ名古屋アクションデモがあります。ぜひ集まりましょう。チラシもいっぱいありますので、あのばらまき大作戦に乗ってください。ぜひ、はい。告知のある方いらっしゃいますか？あ、なんかあれ、どこだっけ。皆さん、右翼の妨害行為などに決して屈することなく、これからも脱原発を力いっぱい訴えていきましょう。頑張りましょう。私たちは負けません。まだまだ余裕少ないんで。あさって日曜日、ヤドマルデモを計画しています。原発も TPP も秘密保護法も冗談じゃないというデモです。皆さんぜひ集まってください。15時、3時集合、4時出発、高岡2号公園、東海テレビの西側、芸術劇場の東側集合です。あさって日曜日、やろまいデモ、3時集合、4時出発です。ぜひ皆さん、脱原発、脱被爆、TPP 反対、秘密保護法反対です。ぜひぜひ問題山積み、やろまいでもやろまい。他に告知は、告知のある方は、はい、ではまた来週もよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様。2013年10月4日金曜日20時05分です。名古屋市東区で行われました、大井原発、高浜原発再稼働反対、関西電力支社前抗議アクション@名古屋、
今日の抗議アクションおよそ95名くらいの方が参加しておりました。途中街宣車が、すぐ横で大きな声で原発推進の立場から意見を言うというシーンもありましたが、いつものように多く集まった方力強く再稼働への抗議の声を上げていました。それではこれで配信を終了いたします。配信は剣坊がお届けしました。ご覧いただきました皆様誠にありがとうございました。早めに帰ります。はい、お疲れ様でした。気持ちですね。はい。